宇野澤が収める。宇野澤ゴール前には堂安がいる。ファーサイド松原出てきた、折り返すヘッド、松原左足、追加点長野パルセイロ。松原勇樹今シーズン初ゴールはチームにとっての追加点。リプレイです。有永からまず松原の折り返し、堂安がさらに返して左足飛び込みながらのシュートが決まりました。もう一度堂安が折り返しました。松原のシュート決まりました。